ットシグナルから今グリ入りました。スタート、さあスタートはどうか。星野が行きました。そして服部がいいスタートを見せている。中野が内から行った。星野が行く。星野、そして中野が2番手、服部3番手がちょっと遅れているのは高木と直輔が、タイヤスモーク上がっている。高木、あークラッシュ、ペドロ・デラロサ1コーナー手を上げた。グラベルに沈めた。そしてフライツバーグリー、あー次々と大クラッシュ、うわーバラバラになっている。あーこれはネクストジャパンチームルマン赤と出ました。赤旗中断、大ハプニング。雨も降ろうかという気象状況の中、1コーナー飛び込んだ後にこの悲惨な出来事が待って。